こんばんは、速稼塾の久保です。今日はですね、銀行の法人口座についてちょっとお話ししようかと思うんですけども、私も今ね、銀行の法人口座を作ろうとしているところなんですけども、そこでですね、銀行の方から信用を担保するために2つのことをね、提出をしてくれって言うんですよね。その1つがまずはですね、事業の実績を出してくれって言うんですよ。おかしい話ですよね。法人を作った瞬間に法人口座って必要なんですよ。だから法人生まれたばっかりなんで、その法人で活動してるわけないじゃないですか。だからそのね、活動実績を出せっていうわけですから、じゃあ、存在してない会社の活動実績を架空で作って出すのか、それとも法人なんてなかった前の誰かのもしくはどこかの会社の実績を出せばいいのかなって聞いたら、わからないって言うんですよ。どういうことなんでしょうね、これはね。何を審査するんでしょうか。法人っていうのは生まれたばっかりなんで、生まれた瞬間に一番最初の業務として法人口座というビジネスでお金をやり取りする口座が必要なんですよね。だから過去の実績なんてあるわけないじゃないですかってことなんですよ。そしてもう一つなんですけども、会社の事業内容を知りたいのでホームページの URL を教えてくださいってわけなんですよ。いや、事業内容は登記簿があるじゃないですか。登記簿をお出しして、それが一番信用できる経済産業省とか法務省の認定を受けた登記簿なわけですよ。で、これが信用できないからホームページの URL 出せって言われても、ホームページは会社の創業者もしくは外注先の人が作るわけなんですよ。そっちの方が信用できるかなってことになっちゃうんで、それでいいんだったら出しますけども、ホームページの内容なんていくらでも架空で作れますけどもいいんでしょうかと。で、登記簿は架空で作れないので、登記簿を見ればいいんじゃないですかってお話したんですけども、まだね、やっぱり信用していただけないというかね、受付の方はよく分かってないみたいだったんですよ。この2つの内容ってすごくね、法人口座を作るための調査と称して、全く意味のわからない作業をしてるんじゃないかなということと同時に、銀行がですね、法人の信用調査をするときに、いかに的外れなものをね、データとして欲しがってるのかっていう、これ本当に大丈夫かと思っちゃうわけですよね。で、なんかね、これがなんでね、こういうふうに厳しくなったかというと、マネーロンダリングに使われる法人口座をやっぱり止めるためだっていうんですよ。いや、待ってくださいと。マネーロンダリングに使ってそうなところを調査してください、それは。なんで、資本金30万ぐらいのちっぽけな会社がね、どうやってマネーロンダリングするんですかと。どういうところに目をつけてやってるんですかって話じゃないですか。マネーロンダリングはもっとね、100億円ぐらいの資金がないと意味がないですよ。だって30万とか40万の資本を使ってるところがマネーロンダリングして、はい、30万円をマネーロンダリングしましたとか言って仮にやったとしてもなんか問題ないですかね。だからそういうふうなね、ちょっと的外れなことをお金の専門家たる金融機関がやってるっていうのは非常にね、情けないと言いますか、すごい時代遅れと言いますか、だったらネットバンキング作りますよって話じゃないですか。だからそこをね、信用して、某銀行にこういうふうなね、法人口座を作ってくださいってお願いしたんですよ。しかもその銀行では私はね、すでに20個以上の口座を作ってるんですよ。20個以上の法人を登記して、その登記した法人口座を作ってるのにまだダメなんですよね。ちんぷんかんぷんと言いますか、なんかよくわけのわかんないね、世の中になってくるかなと思います。これをうがった見方をすれば、すでに法人口座を国内で作らせないみたいな動きなのかもしれません。でもですね、考えてみてくださいよ。私はインドネシア・バリ島に行って、その日のうちに口座作ってるんですよ。もしかしたら日本が一番口座を作りにくい国にもしかしたらなっちゃったのかなっていう気がしますよね。銀行の皆さんね、これから多くの口座を作ってね、お金をやり取りしないと本当大変な時代になりますよ。こんなちんぷんかんぷんなことで大丈夫なんでしょうか。皆様はどう思われるでしょうか。今回の放送は以上でございます。銀行大丈夫か、これは。本当に何を考えて審査してるんですか。もう一回言いますけども、新しくできた法人の過去の実績が欲しいって言ったってないですよ、そんなの。あるわけないじゃないですか。何を言ってるのか分かります？そういうことが。過去のその法人の8月に新しい法人できた7月前の実績をくれって言うんですよ。あるわけないでしょうか。バカ者。で、もう一つが、ホームページの URL。ホームページは私はね、14000個量産してる人間ですよ。そっちのホームページの方が、法務局に届けた経済産業省が認定した登記簿よりも信用できるんですかって、どこに目をつけてるんだって話ですよ。本当にお笑いかと思いますね、こういうのはね。めっちゃ腹立ちすぎて涙出るでしょ。で、社長の仕事ってこういうことなんですよ。要するに社長の仕事って何かっていうと、社内をまとめるのは当然やるんですけども、社外に対して戦っていくってことなんですよ。だから、会社の代表をするとむちゃくちゃタフになります。で、タフになれなかった人はその市場から淘汰されていくんですよ。要するに10年経ったら9割以上の会社がなくなるって言われますけども、9割以上の人は対外交渉が全くダメなんですよね。で、終わっていくんですよ。これはね、商売を始める前の段階として、もう代表としての仕事がもうこなせないってことにもなってくるんですよ。本当にね、厳しいところなんで、これからもね、一つ一つ私の方も、法人をどのようにさばいていくか、法人をどのように経営していくか、法人をどのように対外交渉を向けていくかってことを、これからもね、法人を作ろうとしている方、法人に興味がある方、法人を持っている方に対してもっともっと発信していこうかなと思います。まあ私はね、今まで20個以上の会社を作ってきて、で、ほとんど潰しましたけどもね、ほとんど潰したぐらい会社はもうベテランでございます。もう銀行マンなんてね、ほんと、もうど素人ですよ、はっきり言って。お金の何が分かってるんだと思いますよね。金を稼ぐことができるんですか、銀行の人は。お金を稼いでるのは事業者ですよ。銀行は金を稼いでないんですよ。お金のことなんて全く分かってないんですよ。だから銀行が副業をね、解禁とかするんですよ。いや、銀行でね、お金の扱い方が上手だったら、なんで副業がいるんですかってことじゃないですか。だから副業しないといけないぐらい銀行の方も儲かってないってことなんですよね。だからいろいろ見えてきたから面白いなと思うんですけども、皆さんはどのようにお感じになったでしょうか。本日の放送は以上です。